ぶっ決めるしかない。仕事終わりの風呂上がりでプロテインぶっ決めようと思うんですけど、個別対応ね、ほんとできないんですけど、ほっとけないなみたいなね、まあコメントも入ってくるんで、ちょっとそれを今日ね、5人ほど紹介していきます。中学入学して不安しかないと、リアルゴールドやってほしいってやつなんだけど、みんな不安なんで大丈夫。2週間もすればね、慣れると思うんで頑張ってね。で、次がですね、こちらですね。新社会人しんどいと。知らんって、そんなもん。これはね、新社会人じゃなくても、入社何年とか、俺もそうだし、普通にね、みんなしんどいと思うんで、無理しすぎず頑張って。さあ、こっからですね、これはいつやるかわかんないけど、この間がんが見つかって手術があると、ファンタグレープやってほしいと。松本さんは来週がん治療するってなってるね。でリクエストで、まあ、カップラーメンのリクエスト入ってますけど、マジでね、もうスケジュールパンクしてるんで、あれこれ個別対応ね、できません。申し訳ない。ラスト、ゆうとさん。バスケやってて今度半月板っていう膝の手術をすると、アルフォートぶっ決めてほしいって書いてるけど、僕もね、半月板損傷してます。痛めてます。なんでちょっとこれはね、他人とは思えないっていうか、やっぱまあ全部ですけど、ほっとけないんだよね。ってことで、いろいろ飲んできたプロテインの中で一番好きなのが B レジェンドのベリーベリーベリー風味。量はね、気持ち多いかなってぐらい入れまして。水はね、いつもちょっと少なめ。あ、でも300ぐらいか。ちょっと少ないか。はい、もうできました。早い。とりあえずね、プロテイン飲んどきゃ大丈夫。いただきます。いただきます。乾杯。あー、うまい。個別対応ね、本当はしてあげたいんだけどね、マジできなくてね、本当申し訳ないんですけど、仕事が錬金だし、来週って言われても急にやっぱ対応できないんですよね。リアルゴールド過去に防虫部に動画アップしてるしとか、まあいろいろあるんですけど、やれるだけね、まあ対応していきますんでね、僕なりに毎日まあ動画出して元気送っていきますんでね、これからもよろしくお願いします。みんな頑張ろう。ありがとうございました。オーライサンクス。ほんと頑張ろう。